はい、来たーというわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、あと最近ね、トッキーメモン、メモンとね、もう一個あったんだよ、カモン様っていうのあるね。あ、ごめん、これ音すごい入っちゃったね、ノイズ入っちゃったね。カモン、カモン様、カモン、プリーズカモンっていう。さっきこれツイッターで何気なくつぶやいたら、カモン様って言ったつぶやきのすぐ下に、あのサマーズの三村さんのつぶやきがボンと載っててね、お、本当だと思って。いや、してないんだけど、リツイートしてきたの、誰か。それで、カモンって。あの、三村さんのつぶやきはいいね。あれ、中身ないっていうかさ、なんだっけ、山道の中でつぶいいと気持ち悪いとか、そういうテンション高いやつばっかね。今、ロケ中とか、こう入ってて。いい、やっぱああいうのいいね。やっぱああいうびっくりマークつける大人は、本当に。俺たちはつけんじゃねえと、うーちゃん怒られたことがあるからね、本当に。あ、多いねって言われたんで、闇言われたんだよな、本当に。自分がセレブだからって、そういう人に対しての注意の仕方はないじゃないかって、二人で怒ったことがあったよね、本当。あ、俺だけ怒ってた、本当に。最近本当まとめる癖ついたからね、本当良くないと思うんだけど。というわけで、今日の一冊目。レビュー 2.4 キロの今日の一冊目ですけども、来ました。もうこれ読んだからね、やっとバカにされなくて済む。もうこれで文学青年仲間入り。というわけで今日の一冊目はですね、ヘンリー・ミラーで北回帰線。というわけで、ヘンリー・ミラーさんですね、はい、書かれたのがですね、ヘンリーさんが40代の頃、41歳とかそんぐらいの時にパリとかをフラフラしてた時に、1940年代50年代ぐらいにフラフラしてるんだけど、その時に、パリをフラフラした体験をまとめたね、なんて形容していいかよくわからない小説なんで、なんでそういう話になるかっていうと、これですね、あらすじがないんですよ、プロットがないんですよ。だから A さんが B さんと喧嘩して、その後 A さんと B さんが関係を修復していくような物語であるとか、そういう話がないわけ。もう行き当たりばったりに展開していくっていう物語でさ、だからここでどういう風なお話でってことを簡単に説明するのはとっても難しい小説なんだね。で、しかもこれね、ヘンリーさんがこれ出した時に卑猥な小説であるって言われて、60年代ぐらいまでね、アメリカで出版されてなかったんだよ、確か。うん。で、これ、俺友達から聞いてさ、でこそまあ、ヘンリー・ミラー教えてくれたから、そのヘンリー君ってあだ名つけとくけど、ヘンリー君が、ジョニーさん、多分ジョニーさん、ヘンリー・ミラー分かってくれると思うんで、ちょっと読んでみてくださいよ、なんて言われて、分かった、ヘンリー君俺いつか読もう、なんつって言ってて、読んだわけ。そしたら、割とその意識の流れの分体っていうかさ、だからこうバーッといろいろ意識がいきなり飛んだりするんだね、また。で、それもさ、やっぱ難しいんですよ、なかなか。やっぱバージニア・ウルフとか読めるっていうのはなんでだっつうと、やっぱ東大へとかさ、ダロウェイ夫人とかもさ、一応その話の筋がちゃんとあるからね、やっぱりなんとかこう終えてくんですけども、やっぱりヘンリー・ミラーさんって人は僕初めて読むからさ、やっぱ初めて読む人って、その文体のタッチとかっていうものにまず自分が馴染むかどうかっていうところも結構重要なポイントだと思うんですよ。で、それでやっぱだいぶ苦戦して読むんだよ。で、困ったなーと思って、んで頭入んないなーと思ってたんだけど、そのヘンリー君がね、言ったのが、結構その主人公が高等向けっていうかさ、割とあんま繊細じゃないタイプっていうか、そういうとこすごくいいんだって話をしてくれたわけで、それ聞いて読むせいかさ、俺もやっぱ拾って読もうってやっぱ努力するじゃない、やっぱり進めてもらったからって読むとさ、確かにこの繊細さがないんですよね、主人公ってのは。本当にだから、あの途中でまあ一つ言うとすりゃ、失う時を求めてみたいな感じで言うとすりゃさ、主人公なんか作品を書いてるんだよね、書こうとしてるっていう状況に一つあると思うんですよ。多分ヘンリー・ミラーの実体験っていうものも多分絡んでくると思うんだけど、そうなってくると主人公が言うのがさ、作家になるにはそんな繊細さとか感受性なんか一切必要ねえんだっていうわけ。要は環境だっていうわけ、書くための環境があればいいっていうわけよね。これ乱暴なまとめ方だと思うんですけど、僕なりの言うこと言うとさ、ラジオやるようになってそれちょっとわかるんですよ。あの
要はどういう放送しよう、どういうことを伝えようとか、まあこれはないけどね、作品でもないから別にやればいいわけだけど、そういう話になってくるわけ。やればいいって話になってくるっていうのはすごくよく分かってくるんです。だからとりあえずマイクに向かって録音がスタートして、ダメでもよくてもいいからとりあえずなんか喋れっていうさ、で1時間まとまったらそこで終わるんだからっていうような気持ちになってくるわけ。そうなってくるとコンセプトこうだからこうで、こういう状況じゃないと自分はできないとかっていう話聞いたりすると、まあ人それぞれだからね、なんとも言えませんよ、これは別にそれがいい悪いっていうんじゃないけど、自分まあ作品書きたいっていう気持ちがあるんですけど、まあうだこうだ言ってね、で黙って机に向かうんだねっていうか自分思うわけですよ。そうなってくると、このヘンリー・ミラーが言う言い方ってのは、まあヘンリー・ミラーの言い方っていうか、もうその主人公の言い方だけどね、もう納得するんです、すごく本当に、うんうん、わかるって思うんだよね。で途中でさ、多分その文学論みたいな話にもなったりとかしてもさ、これそのヘンリー君が言ってたんだけど、なんかいや俺よく分かってねえで喋ってんだなっていう、その登場人物同士の会話があったりとかするわけ。よく分かるんですよ。レビューやってて、あいつ主人公がさ、なんか友達が文学論家なんかすごい嘘っぱちつくやつがいると、本当にそれで女落としちゃうやつがいるんだっていうわけ。ドストエフスキーってこうであーでって言うけど、あいつドストエフスキーのことなんか何一つ知らねえくせしてっていうわけ。こういうのね、すごくねハラハラしつつ読みましたね、本当に。自分だってこんな毎週3冊ぐらい語ってんのに、何一つとして知らないんですよ、実態は。本当に読んだってことは記憶として残ってるけど、あの人こうだよねなんてことはとてもじゃないけどなかなか言えないわけですよ。そういうとこね、言われるとでも気持ちがいいんだね、やっぱそんなもんだろうって思うんだよ、本当にさ。だから名前間違うんじゃねえとかって怒ってるけど、これ別にね文章でもなんでもないんだ、こんなもの、こんなレビューなんてね、友達がその辺で居酒屋喋ってるようなもんだと認識してくれればいいですよ、本当に。いや紹介される人としちゃそれじゃ気持ちよくないかもしれないけど、俺ね実際は感想書くときってやっぱり名前調べて書いてるんですよ、実は言うと。喋ると書くってちょっと俺にとってねまるで別個の人なんだね、やってることが。だからね、いや名前間違えないとその正論なんですけども、そんな程度ですから、あんまりこういう放送を真剣に聞くってのはよろしくないって思いますよ、精神衛生上ね、本当ね。まあそれはいいとしても、で途中でね、なんか死んじゃう友達とか出てくるんだけど、俺は死んでも絶対に生きるぞとか宣言とかするところとか、もう途中で女とセックスとかしまくってすごい卑猥な言葉とか入ってるらしいんだけどさ、今から読めは別にもう大して印象に残らないぐらいのとこだったと思うんで、そんな卑猥な本かなって思うような感じなんだけど、まあ、よく拾えなかったからね全体的には。でもそのヘンリー君の見方によっちゃうかもしれないけど、その高等無形さっていうのは自分の中に持ちたいというかですね、あんま繊細でもよろしくねってのはまあよく思うことなんだけど、最近そういうとこ貫いてる感じのその姿ってのはすごく気持ちが良かったですね、本当に。で批判も食らったわけですよね、当然その物語じゃないわけですから、やっぱりこんな小説なんかバカ野郎って、まあ当時怒られたらしい、やっぱり。でバカ野郎って言われても、それこそ名前間違いんじゃねえと一緒だけども、バカ野郎と言われないよりかはいいだろうっていうところがありますから、やっぱそういうところで貫いたこのヘンリー・ミラーさんっていうのは、当時傷ついたかもわからないけれども、やっぱその姿っていうのは、あんまそういう作家の姿勢とかってものはあんまり評価したがないんだけども、まあ読んでて悪くねえなって思いましたね。でもね、まあ難しい本ですからね、僕今回読んだ新潮文庫版はなかなかちょっと大変で、でそのヘンリー君が読んだ版なんかこれよりさらに古い版らしくて、その卑猥な言葉の部分が英語にしてあるっていう、逆に卑猥なんじゃねえかっていう版で読んだらしいからね。で北海域線は多分ヘンリー・ミラー全集っていうのがね、なんか水平社だったかな、どっかそういう会社からなんか出てるらしいんでね、そっちで読んでみてもいいかもわかんないですね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ヘンリー・ミラーで北回帰線でした。